はい、じゃあ今日は岩瀬健監督に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、サポーターの皆さんも新体制発表会の映像だったりですとか、まあ、記事だったりですとかそういうので馬券さんの情報を知ることは多いと思うんですけど、直接、まあ、今クラブハウスで話したりとかそういったところでのコミュニケーションがない中で、まあ、一体どういう人なのかというところで質問をいくつかしていきたいと思います。1つ目の質問です。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はお肉ですね。キャンプでもお肉食べれました？お肉は美味しいですね。いっぱい食べました。続いての質問です。趣味は何ですか？趣味、あ、今ランニング、ジョギング。あ、ここら辺ホテルのみんなで走ってます。何分ぐらい走るんですか？長くて10キロ、うん、それは練習5？練習5ですね。あ、でも2部練習だとちょっと回数は減りましたけど。好きな本ありますか？よく読むジャンルとか。雑誌ですね。もう何でも読みます。何でも読みます。ビジネス書とかも。ビジネス書もネットの記事もいろいろ読みますね。 YouTube とかサブスク系の、例えば Netflix とかそういうの見たりします？ YouTube を見ます。ちなみに好きなチャンネルとかあったりするんですか？好きなチャンネルないな。チャンネル登録1個しか2個しかしてないですもん。はい、じゃあザーッとこう見て、はい、ザーッと見てますね。はい、カツさんから聞いた情報によると、山下智久さん主演のドラマプロポーズ大作戦、岩瀬健役の元のモデルとなったのが健さんだと伺いました。まあ、モデルっていうか名前を使っていただいたっていうのが、なんかその脚本家の方、そう、脚本家の方が友達で、はい、ドラマの役名が全部友達の名前なので、はい、それはだ、本当友達の名前と僕の名前を使ってくれたっていうのが、結構岩瀬健って検索すると山 P 画像がたくさん出てくるっていう、はい、よく言われません？言われます。山 P 画像しか出てこない。、うん、じゃあこれからはアルディージャの岩瀬健さんがいっぱい出てくることを願って、はい、じゃあ、キャンプについて質問していきたいと思います。はい、今コロナ禍でいろいろと制限が、あるキャンプになっているかと思うんですけれども、ここまでキャンプやってきてどうですか？すごい順調ですね。選手がすごい前向きに取り組んでくれてるので。トレーニングマッチも今2回終えた状態ですけれども、はい、今までこうイメージしてきたものとやってみてどうでした？うまくいってる部分と、もう少しこう共有した方がいい部分と、そのもちろん2つありますけど、その選手が取り組んでいる姿勢っていうのはすごくポジティブで、どんどん良くなっていくと思います。はい、嬉しい言葉です。はい、そしてですね、このキャンプ期間で選手と順番にこう面談をされているというのを伺ったんですが、はい、実際その個別で面談をしていく中でどういった形でコミュニケーションを取られているんでしょうか？まず時間は12分で、12分後にこうアラームの時間がポロロンってなって、まあ、一応そこで一旦もう面談は時間的には終わり で最後になると、なんかこう言っておきたいこととかシェアしたいこととかあるってことで、またもう1個か2個話をするのが、まあ大体15分ぐらいで終わるって感じです。それは選手から引き出すんですか？基本的に選手の話をしてもらいます。本当に自分がどんな選手なのかっていうか、どういう考えを持ってるのかっていうのを僕が知りたいっていうのがもう一番で、すり合わせていこうというところですね。はい、話し方だったりですとか、まあ、伝え方とかっていうのは勉強されたり、なんかこう工夫するようになんか今までやってきた、なんか、まあ、勉強はしてないですね。ただそのサッカー選手は多分サッカーしたいと思うんですよね。プレーしたいと思うんで、ただその何か共有することでそのプレーがうまく表現できたりっていうところの手助けになる情報だと思ってますから、そういう意味ではこうシンプルに選手に届くように心がけてはいます。それは、話す前に例えば事前に手帳とかで一回まとめたりするの？まとめる時もあるし、まあ、パッて思いついてやる時もあります。もう本当は様々です。まあ、この業界内の記者さんとかも含めてですけど、とても戦術家だと、うん、すごくケンさんがどんなサッカーをするのか楽しみだ、うん、
もうすごくいろんなところからそういった声があって注目度も高いと思うんですけれども、普段は、例えば海外サッカーみたいなとか、どういったところで、なんか、ね、勉強じゃないですけど、まあ、海外のサッカーはアンテナを張ってよく見ます。はい、あとはその他の指導者の方と情報シェアしたり、いろんな意見聞いたり、そういったものを合宿中でも電話で LINE でやるとか、いろんな人とします、はい、あ、そうなんですね、はい、ちなみに海外はどこのメインで見てますか？海外はプレミアリーグ、スペインリーグ、セリア、ブンデスリーグですね。シミオネ監督がアトリシコのリーグ、どんなシステムが好きだったというか、勝つシステムだという話をしたんですけど、結構こうシミオネ監督のサッカーとか戦術とか結構参考にとかはされたりはしてます、まあ、シミオネ監督だけじゃないですけど、そのみんなそれぞれ、ね、監督のいいとこだったり選手の個性がこう際立つようなことをこう考えてるんで、その、まあ、本当いいとこ取りというか、自分の何かアイディアに活かせるものがあれば取り入れて、で自分で考えてそのまんまその真似することもありますし、ちょっとアレンジして加えることもあるから。あとはこうグアルディオラ監督の練習を見にカタールまで、カタールまで、はい、バイエルの合宿です、キャンプですよね、はい、その時のこう練習を見てみて、なんか感想というか、なんか刺激になったことって思いました。まあ、2回結局2年連続で行ったんですけど、まあすごいシンプルですね、やっぱりそのトレーニングに関しても伝えようとしていることも、選手たちが何かピッチ上で表現することもすごくシンプルだったなと。あと効率がいい、あれは生で見れたのは、まあ行った甲斐があったというか、まああの時はもう本当にバイエルンでキャンプやるんだよっていう情報がポンってきて、でなかなか出さないんですよスケジュールを、で急に出てくるから、もうおよそもうこの感じでスケジュール組まれるんじゃないかっていう、そのまあ予想を立ててチケット取ってホテル取って行ったっていうのを言ったんで、まあでも行ってよかったなと思って、はい、ティムさんの話です、ね、はい、この間もちょっと会見、まあ、そのリモート取材の中でティムさんとの思い出の一つに、ティムさんが退任されて帰る時の、送別会で、はい、とか面白い人だったっていう、そうずっと泣きじゃくってたっていう話があって、はい、そうちょっとまあ大人になってあんなにこう人と別れることで泣くっていうのは、まあ、なかなかないから、あれはすごくいいというか、まあ、いい出会いと別れだったなっていうのは。ティムさんから教えてもらったサッカー面で大事にしてることっていうのは何ですか？相手を見ることと、スペースの変化を予測することはもうピッチ上で相手がどうなってるのか、スペースがどう変化してるのかっていうのを、その、まあ、ボランチの役割が多かったんですけど、彼からこう要求されることは多かったですね。どうなってるんだと、自分で見て自分でジャッジしろっていう、スペースがどうなってるんだっていうのはよく言われます。我々の斉藤正人さんと1年間一緒に仕事したんですけども、はい、正さんも本当に同じようなことをおっしゃってまして、今で言うとこう、まあ、ディフェンスのディフェンスの間に立てとか、相手を見て立ち位置決めろっていうのは、その当時から教わせたっていうのを言っていて本当にティムの考えを大事にしながら今指導しているっていうふうには。そうですね、98年99年のサッカー感とかサッカーの捉え方っていうのは僕の指導のベースになってて、反対にこうサッカー以外での面でもすごい影響を受けたっていうふうに思いますけど、はい、なんかそのサッカー面と別のところで受けた影響という言葉とかあります？そこもリスペクトですね、まあ、他の人へのリスペクトだったり、他の考え方へのリスペクトだったり、自分の考えが一番じゃないっていうのは、すごく彼から学びました。人柄としてはどんな方ですか？温かくて厳しい、はい、当時一番僕が怒られた選手だと思うんですよね、はい、一番要求が高かったんで、練習ではもういつも怒られてましたね、はい、それはでも
当時はこうそこまで深くこう僕も考えられなかったけど、今となればすごく感謝してます、はい。そうしましたら、もういよいよ、今月 G リーグ開幕しますし、来月には本開幕戦を迎えるところで、改めてファンサポーターの皆さんへメッセージをいただければと思います。はい、3月6日ホーム開幕戦があります。でそこでこう皆さんの声援で何とか勝ち手を重ねられるように取り組んでいきたいと思いますので、ぜひ熱いサポートよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。はい、吉瀬監督でした。